君に伝えたい愛のプロローグ、繋いだ手ドキドキする虹のメロディ奏でよう。雨上がり空の下うさぎ放送局鉄道動画コレクション、ダルニー、ダルニーです。産業ガスご利用のお客様、お乗り換えください。ダルニーの次は妻に変わります。
ナルミ、ナルミです。山陽バス、ご利用のお客様、お乗り換えください。東ナルミ、滝の茶屋、塩屋、スマーラ公園の岡部駅にお越しのお客様、後から参ります。通車にお乗り換えください。タイヤ、つまみに変わります。
下地下鉄線ご利用のお客様をお乗り換えください。ご利用者の仕事にご注意ください。次は次第に止まります。動画をご視聴いただきありがとうございます。この後動画振り返りぜひ見てね。はい、皆様こんにちは、としあきです。それでは動画振り返り、今回も行ってみたいと思います。今日の動画は関西あっちこっち電車旅2019初夏の3回目の動画、直通特急は2社直通、明石海峡大橋を見ながら旅は進む、そして須磨月見山と進み板宿駅からいよいよ地下へ、というわけで今回は山陽電車の旅の続きの動画となりました。はい、前回ね、あの山陽姫路駅から台湾ラッピングの山陽5000系、黄色のね直通特急に乗車して、で明石の駅までね進んだところで前回終わりましたけれども、今回はその明石の駅から、今回はね阪神の新開地の駅までと映像となりましたね。はい、で明石から先ね、最初はね海沿いを走る区間ということで、明石からね須磨にかけては海沿いを走ってね、結構景色もいい区間で、本当にこの区間ね毎回乗るたびに結構いい景色だなと思っております。うん、で今回はちょうどねもう、すごい晴れてて青空で、で、海のね青と空の青とねいい感じに綺麗にね映像が撮れてよかったなと思います。まあ、こんな日はね外で撮影してもよかったんですけれど、まあ、今回は、まあ、この先を急ぐということで、まあ、特にね降りずにそのまま進みましたけれども、うん、こんな日はそうですね、滝の茶屋の駅とかでね撮影したらね綺麗に撮れたのかなと思ったりね、駅で撮るより沿線から撮る方がいいかもしれないですけれども、はい、そんな感じですね。で明石から、ちょうど舞子公園の、ね、手前までは JR 線がね、山側、進行方向この方向で行くと左側ですかね、に走っているので、右側の、ね、海を見るのか左側の、ね、JR を見るのかっていうのでね、迷うんですけれど、でもね大概右側の海を見てますね。やっぱりねあの景色はね綺麗、うん、もう本当に素晴らしいなと思うね景色ですよね。はい、で今回はちょっとね滝の茶屋の駅のあたりとかあの辺の高台を走る区間の車窓はね撮らなかったんですけれど、まあ、それ以外のところ結構ね車窓を撮って、今回も車窓をねメインで撮っております。で須磨から先は神戸のね街中を走るっていうところで、駅間もねめちゃくちゃ短くて、で、須磨寺の駅とか月見山の駅はね構内踏切もあるということで、以前の動画で私ね構内踏切好きだよってね言いましたけれども、月見山の駅は構内踏切あるって知ってたんですけど、今回ね動画を見てて、あ
スマデラの駅も構内踏切なんだっていうことが分かったんで、ここ2回に2駅連続ね、神戸市内のね街の中なのに構内踏切があって、すごいね珍しくていいなと思って、またね撮影というか取材というかに行きたいなと思いました。はい、うさぎ放送局で、東スマのね駅を過ぎると地下に入って、で板宿からね地下線なんですけれど、でこの区間ね各駅に止まる今回はね列車だったんですけれど、まあ地下区間なんであまり映像撮らなかったんですけれど、で新開地の駅でね阪急電車にね見えましたね、阪急電車止まってました。はい、という感じで今回ね西大の駅から阪神電車区間に入ったんで、いよいよ山陽区間から阪神区間にね入ったというところで、2社直通ということでね、直通特急はね山陽電車から、阪神電車に直通するね、列車なので、今回からね次回からも本当に阪神の区間ということになります。はい、で今回はね車窓結構たっぷりお送りしたんですけれど、実はね明石の手前からずっとね垂水の駅まで車窓映像撮ってたので、ここの区間はまた別動画としてノーカットで動画出したいなと思っております。それはそれでまた別で、はい、お楽しみにというわけなんですけれども、はい、というわけで、次回は、ね、いよいよ阪神区間に入って、まあちょっとね今回はね阪神尼崎の駅まで乗車して、そこでね降りて、まあもう動画出してますけれども、このね台湾ラッピングの列車、これ実は梅田まで行ったらそのまま回送で尼崎の車庫に入るんですけれど、それを撮影しようと思って、で尼崎の駅でね降りようかなと思うね予定になっております。というわけで今回の動画、もしよかったなと思っていただきましたら高評価、あんまり良くないなと思われましたら低評価でも構いませんので、評価よろしくお願いいたします。またコメント欄の方にもね、ぜひぜひコメントをお寄せください。今回はね山陽電車のね明石から先の、車窓、たっぷりでお送りしましたけれども、本当にこの区間の車窓結構いいのでね、この区間の車窓、まあ、JR からも同じような車窓ね見えますけれども、ね、この辺の車窓のことをね話していただいたりとか、また今回は阪急の、ね、電車も映ってましたし、あと山陽電車の 6000系も映ってましたね。はい、そのあたりでいろいろねコメントを書いていただけると嬉しいです。で次のね動画、昨日ね姫路の駅からこの明石の駅までの動画を出しまして、今回ね次連続で、明石から新開地の駅までのね旅動画出しましたけれども、ちょっとこの先ねまたちょっと間空くかもしれないんですけれど、先ほども言ったように車窓映像はね別口で早めに出そうかなと思っておりますけれども、新開地から先のね旅動画もちょっと間空くかもしれないんですけれども、はい、動画出していきますので、ぜひねチャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたらチャンネル登録していただいて、でねこの関西の旅以外でも岡山とかね香川県四国ですね、こちらの動画とかも、出していきますので、ちょっとねいろんな順番ごちゃごちゃになっちゃうんですけど、映像がねいろいろごちゃごちゃになっちゃいますけれども、楽しんでいただけると嬉しいです。それでは動画ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみください。